あ、ミズキがいる。いい感じで。あれ、わかんないな。わかんない。よっしゃ。うん。そこになんか、あ、お食事どころがあるんだね。あ、知らなかった。何屋さんがあるんだ。増本さんでいいのかな。あ、亀戸大根だこれ。ほら。大根にかけ水分けて福もらいだそうです。大根にここにね、あのお水があるのでお水をかけてくださいって。あ、今日は貸し切りだって。あ、亀戸大根あさり鍋何？亀戸大根、別名おたふく大根、江戸時代から大正まで、読めない。なんとかついて栽培された大根で、小ぶりできめ細かくて、葉も柔らかいのが特徴の江戸野菜です。漬物として庶民に親しまれていましたが、江戸前のあさり鍋に相性がよく、あさり鍋には使われています。当店でいいのかな。亀戸大根あさり鍋は当時のままの品質を守り、
続けております。あ、鍋屋さんなんだね。なんかいろいろおコース料理とか、あさり鍋、亀戸大根あさり鍋、懐石、お一人様6500円、石鍋料理、亀戸大根あさり鍋、お一人様3000円より、こんな感じでいろいろあるみたいです。今日はなんかね、貸し切りだそうです。また日を改めて風になる方はぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。わ、すごい混んできた。はい。